できました。ハイリフトジャッキですね。分解して塗装しました。ハイリフトジャッキホルダーも新しく作りました。そしてジェリカンホルダー、バックランプはジェリカンホルダーの下についてます。このベルトワークマンで売ってます。そしてスコップホルダー、全国1億2000万人のジェリカンホルダーファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。やっとできました。長かった。3月、4月、5月、6月、そうですね、3ヶ月、塗装が一番時間かかりましたかね。今回緑に塗装してみたんですが、あんまりいい色じゃないですね。まあこの辺は後で塗り直します。出来としては悪くはないと思います。まあ素人が作ったものですから、まあこんなもんでしょう。今回工夫した点といえばこの部分ですね。ちょっとオリジナリティを出したかったんですね。あとこのジェリカンホルダーのこの部分、なかなかよくできてると思います。そしてまあジャッキについては、この辺、このジャッキホルダーのこの部分ですね、板の部分、土台になってる部分を、島鋼板で作ってみました。なかなかワイルドな仕上がりになってると思います。今回ジェリカンホルダーを作ってみて良かった点なんですが、まあこのジェリカンなんですが、まあ、水用のもの、こちらですね。これもまあつけられるということで、どっかで、外に出かけるときに飲料水いつも持って、まあ、お湯沸かしたりするのにもう水を持って出かけるんですけど、今回この後ろに積んでいけるので、まあ、荷物が減るかなと。そして、まあ、ジャッキホルダー、こちら前あの雪の時には出かけてスタックした動画時、かなりこの揺れてカタカタしてましたよね。それが今回かなりしっかりついてるのつけられたので、まあ良かったかなと。失敗した点といえばこちらのまあジェリカンホルダー、まあハイリフトジャッキもそうなんですけど、本塗りの前にサフェーサーを塗ったんですけど、塗らない方が良かったです。ちょっとぶつけると塗装がみんな剥げちゃうんですね。なので密着論か何かを吹いてからこの仕上げグリーンに塗ればよかったかなと思ってます。この辺ね、だいぶ塗装剥げちゃって、このハイリフトジャッキ、あの上げたり下げたりするとき、動作させるときにこの擦れる部分がだいぶ塗装が剥げちゃうんですね。あとこの辺もね、ちょっとぶつけると塗装剥げちゃうんですよ。なので
そこら辺ちょっと、まあ後でまた塗り直しですかね。このスコップホルダーもそうなんですが、あとこの色、もうちょっとなんとかならなかったのかなって、まあダークグリーンって書いてあったんで、まあいや良かったかなって、ダークグリーンだったんで色が、なんでどうだったのかなと、まあ勘弁してください、すいません。このベルトは先ほどもお話ししましたが、ワークマンで売ってます。あとこれですね、この見えるかな、このリアのサブミラー、これは絶対つけたかったんですね。バックモニターがついてるんで、あのナビの画面、あのリバースに入れると切り替わるようにはなってるんですが、万が一壊れた場合バックちょっと厳しいです。この大きさになっちゃうと後ろほとんど見えなくなっちゃうんで、まあルームミラーとサイドミラーもあるんですけど、このミラーがあると、このリアミラーがあるとだいぶ安心してバックできるんで、これはつけたかったですね。なのでその辺工夫しましたね。全部つけられるようにするに結構大変でした。まあこのスペアタイヤも下についてますから、例えばパンクしたりとかした時も安心ですよね。ちょっと開けてみましょう。私の80にはこのアイワワークスのリアラダーがついてますんで、このリアラダーはあのスペアタイヤキャリアにつけるタイプなので、このラダーも開きます。なので後ろこのバックドアが全く何もついてない状態になりますよね。こんな感じでついてます。こちらのこのリバースランプもちゃんと作動します。スイッチでオンオフ、あとリバース連動っていう形で、点灯とリバース連動と消灯が選べるようになってます。まあ上にも作業灯ついてますんで、そんなにランプいらないといえばいらないんですけど、割と夜にこのスタックしたりして暗い中で作業っていうのが結構大変なんですよ。明るくないと、暗いとちょっと大変なので、上にはこの LED、 そしてこのバックランプも点灯とバック連動するようになってます。ずいぶんかかりましたけどね、もう結構疲れました。ていうかこのジェリカンホルダー Amazon で8800円で売ってます、税抜きで。今から考えるとそれ買った方が安かったかなと。いや本当に結構かかりました。お金も全部で、材料はそんなにかからなかったんですけど、塗料かかりましたね。ペンキ缶スプレーで塗装しましたんで、何本くらい使ったろう、グリーンだけで5、6本使ったのかな。サフェーサーも4、5本使いましたんで、もうそれだけでも1万円ぐらい、ペンキだけでも1万円ぐらいかかっちゃったんで、その辺がちょっと反省点ですね。次はコンプレッサーで、あのエアガンで吹けるようにしたいと思います。こんな感じでやっとランクル80背面レース化計画が完了しました。終わってよかったです。結構大変でした、疲れた。それでは皆さん、またね。楽しい自転車。